皆さんはじめまして。私はスイ。一心寺三十三観音、第三十三番観音にして、第ゼロ番観音です。どこかでお会いしたことがあるような気がする。私たちは常に皆様の心の中に住んでいます。そして何かあればいつでもお力を貸すことができるように準備をしてスタンバイしているんですよ。そういったこともあって顔を合わせたことはなくても深いつながりがあるので初めての感じがしないのかもしれませんね。そんな私からあなたにお送りする言葉は、大慈大悲。広大無辺で、状況や条件などにとらわれることなく、この世のすべての苦しみを取り除いて、楽を与える。この力のことを、大慈大悲と人は呼びます。私たち三十三観音は、あなたを様々な方法でお救いするために姿を変えているたった一人の仏です。もしかしたらこれから皆さんが新たな願いに思いを馳せる日が来れば新たなお姿であなたの前に現れることもあるかもしれませんね。これで最後と思うと少し寂しくなりますが、またお会いできる日を心よりお待ちしております。大事なことなので、もう一度。私たち三十三観音は、あなたと時を同じくして、常にあなたの心の中におりますので、辛い時や苦しい時、困った時には、いつでも呼んでくださいね。そして、これが私からの最後の言葉。あなたのことを、心から愛しています。
スイです。最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。そしてすでに登録してくださっている皆さん、ありがとうございます。これからも頑張りますね。